はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、グランドオープン目前、西武純正の能力予想をしていきたいと思います。どの選手が上がってどの選手が下がるのか考えて暴いていきたいなと思います。この後にまだ3回引いていなかったファイナルミキサーを引いて終わりたいと思います。それでは西武純正の能力予想をしていきたいと思います。それでは行きましょう。おそらくグランドオープン時の能力査定は去年の2021年シーズンの成績をもとに作られていると思いますので、こちらの方も参考にしながら予想をしていきたいと思います。まずは投手の方から。チームは21年度は最下位という結果に終わったんですが、投手の方は能力が上がる選手が多いのではないかと思います。まず最初は今井くん、8勝8敗で防御率が 3.30、 勝率は5割だったんですが防御率が 3.3 と抑えてくれましたし、また完投数がリーグで2位でした。ただ与えたフォアボールが99個ありました。これはパリーグでワースト1位でしたね。しかもワースト1位が今井くん、2位が松本渡くん、3位が高橋光成さんと、先発3本柱が揃ってワースト3位に入るという、3本柱は制球は上がるどころか下がるかもしれないです。そのことを踏まえると9位から79、57、80と予想しました。続いては平さんです。62試合に登板して防御率がなんと 0.90、 圧倒的な成績を残しました。39試合連続無失点、西武の選手の中では一番の成績だったんじゃないでしょうか。おそらく9位は結構上がると思います。9位が86、制球が68、スタミナが65と予想します。続きましては松本渡選手。ちょうど1年前ぐらいまでこうって呼んでました。10勝8敗、防御率が 3.79、 2桁勝利もクリアしましたので能力は上がると思います。21年のシリーズ2では称号でも9位が A に乗らない76になりましたが、グランドオープン後は9位が78、制球が60、スタミナが74と予想します。次は高橋光成さん、11勝9敗、防御率がという成績を収めました。コーナーさんも2桁勝利を挙げていますし、なおかつ投球回が137回でパリーグ2位の成績を収めました。よってスタミナは A に乗るんではないかと思います。9位が79、制球が62、スタミナが81と予想します。野田さんも能力が上がると思います。15試合の登板で防御率が 2.79、 登板は少なくても2点台に収めれましたので、9位74、制球が75に上がると思います。水上さんも29試合投げて防御率が 2.33、 水上さんも防御率が2点台に収めれましたし、なおかつ制球はだいぶ上がると思います。9位が76、制球が64と予想します。続いては渡辺裕太郎選手。先発で4勝4敗、防御率が 3.44。 ナビユー君は能力は変わらないと思います。称号で A になる77にも上げないと思いますし、制球もまだ59のままだと予想します。ここからは能力が下がりそうな選手。まずは森明さん、45試合に登板して防御率が 4.02 でした。防御率が4点台になったということもあり、9位が少し下がると思います。72、制球が64と予想します。続いては増田選手。33試合に登板して防御率が 4.99 とだいぶ打ち込まれてしまいました。9位制球ともに下がって、9位が76、制球が75と予想しました。投手編はこちらで以上かと思ったんですが、1人能力が上がりそうな選手がいて、それは武隈選手です。46試合に登板して防御率が 1.76、 防御率が1点台という素晴らしいピッチングを披露してくれました。制球もそこまで悪くなかったですし、9位が78、制球が64と予想しました。投手編は以上で、続いては野手編です。まずはアップしそうな選手でおかわりくん。打率が2割8分4厘、18本塁打の74打点でした。と去年も2桁ホームラン打っていますので、パワーは A のままだと思います。3割近い打率を残していますので、ミートが74、パワーが80、走力は64と予想しました。続きましては森さん、3割9厘11本塁打の41打点でした。打率は3割に返り咲きましたので、ミートは少し上がると思います。ミートが84、パワーが74、走力が73と予想しました。あと個人的には若林さん、44試合の出場だったんですが、打率が2割7分8厘、盗塁数は20個記録しました。おそらくミートとパワーが上がってくれるんじゃないかと思います。ミートが73、パワーが64、走力が80と予想しました。続
続いては下がりそうな選手、まずは殿崎さん。殿崎さんも怪我の影響があったんですが、2割2分9本塁打30打点となりました。おそらく称号でパワーが A に乗らないぐらい下がると思いますし、総力型になると思います。ただ個人的に完全総力型にならないでほしいという願いを込めて65、パワーが75、総力が78と予想します。続いては穂高さん。打率が2割3分2厘、ホームランが24本、打点が66打点でした。ホームラン打ってるんですが打率が低かったのでミートが下がると思います。ミートが61、パワーが83、走力が58と予想しました。その他の選手はほぼほぼ能力は変わらないと思います。源田さんは例年通り2割7分をクリアして安定、栗山さんも安定、ただ若い人たちが2割5分も皆さん達成していませんので、皆さんまだまだミートの数値が低いですので、そのまま捨てかなと思います。というか野手はこれ以上能力は下がらないでほしいです。以上、西武純正のグランドオープン後の能力予想をしました。投手は上積みが期待されると思うんですが、野手の方が少し厳しいかなと思いました。ただ特殊能力の面で、例えば殿崎さん超広角打法が効いていなければパワーが下がったとしても打ちやすいのは変わらないと思いますので、特殊能力の面でカバーしていける能力が出てきたらいいなと思いました。では最後に、まだ残っていた残り3回のファイナルミキサーをして終わりたいと思います。それでは行きましょう。はい、ではファイナルミキサーの方をやっていきたいと思います。ミキサーに回す選手はこの前ファイナルミキサーで獲得したクリさん、あとラオさん、あと2体いるうちの1人でカイさんを回していきたいと思います。クリさんは同一ポジションで先発枠で誰かを狙います。ラオさんは同一チームで山本由伸さんか吉田正尚さん狙いでいきたいと思います。カイさんはランダムで回していきたいと思います。まずは同一ポジションのクリさんから、エアタイで強いピッチャーが欲しいですね。それかドンピシャでコーナさんが75レベルで来てくれたらめちゃめちゃ嬉しい。あ、誰かミキサーで来るか。あー、結婚された方。続きましては同一チームでラオウさんを使って吉信さんか、まあ、吉田正尚さん狙いでいきたいと思います。25分の2になるのかな。険しいなこれも。あ、お願いします。きた、ドンピシャ。うわー、これはえぐい。いや、もう超アシストチャンス回アベレージヒッター1回使ってみたかったんですよね。どんなものか。やったぜ。次は解散を使って最後ランダムで引いて終わりたいと思います。誰が来るかな、ランダムだからね。できればなんか日当たりで使えるピッチャーが欲しいです。あ、お願いします。あ、もう須田選手。あ、もうほつれないんだよな。要検討ですね。大きなシンカーとツーシームはねやっぱ強いです。押しにくい。結構充実したファイナルミキサーになりましたね。総括すると源田さんを当てれて、吉田正尚さんも当てれた、かなりの神ベになったと思います。この動画が良ければ高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。